本日はスーパーライジン2よりまた目玉カードですね、朝倉海戦したいアーチレッタの試合を予想していきたいと思います。ではどんな予想になるか皆さん楽しみにしてください。では行ってみましょう。前回またあの朝倉海選手の予想を外してしまったんですけども、で今回はしっかり当てに行きたいと思いますんで、皆さんちょっと最後まで楽しんでいただければと思います。前回外れた原因は何ですか？だから自分の中ではあれですよね、元谷選手とかが成長してて元谷選手をこう評価してたんですけども、実際は朝倉海選手が、まあ、それ以上に強かったっていうか、やっぱ朝倉海選手の打撃能力ですよね、そこが素晴らしかったなと思ってて、で元谷選手もやっぱり組でテイクダウンとか取ってていい展開はあったんですけども、やっぱり朝倉海選手がその堀口選手とやった時みたいな打撃のスキルがやっぱり堀口選手と朝倉海選手はもう2トップぐらいの日本の中ではレベル高いんで、そうすると結局堀口選手に元谷選手が負けちゃうのと同じ感じで、朝倉海選手は最終的に卓越したストライキング能力で勝ち切ったって感じですかね。はい。でだからそうすると今度のアーチレッタ戦と朝倉海選手の試合が一番のポイントがどうなるかって言ったら、やっぱり朝倉海選手のストライキングの能力がどのぐらいアーチレッタに効いていくかっていうのが課題にはなってくると思うんですけども、で多分前線皆さんの見てる皆さん思ったと思うんですけど、朝倉海選手こう頭を振ってサイドに出てパンチをつなげたりとか膝蹴り転向をつなげたりっていうのをしてて、あの辺のムーブは結構あれですね、海外の選手とかよく言う移動軸をずらしたりとかっていう形なんですけども、アーチレッタ選手も意外とオーソドックスとサンスポーとかの構えとかに入れ替えたりするんで、逆に言うと日本人だとこう入れ替えたりとかって横の動きをすごい使う選手があんまりいないんですけど、外国の選手は結構そういう選手多いんですよね。右も左もやったりとか、まあ、昔だと多分ドミニク・クルーズ選手とか有名だと思うんですけども、まあ、なんであの打撃の流れはちょっと朝倉海選手の流れがアーチレッタ選手にすごい効くかっていうと、アーチレッタ選手もああいう動きは得意だと思うんで、その辺はそこまで有利に働かないのかなとは思うんですけども、であとアーチレッタ選手はやっぱ何がすごいかっていうと、トップクラスの選手とやってももう誰とやっても素晴らしい戦い方をするんですよね。で実際あのよくいるあのパトリック・ミックス選手とかにもアーチレッタ選手勝ってたりするんで、もうパトリック・ミックス選手日本の中だったらもう当然堀口選手に勝ったりとかめちゃくちゃ強いなってイメージがあると思うんですけども、その時も井上戦みたいな感じでバック取られて取られそうになるんですけど、なんとかなんとかしのいでみたいな感じで、だからアーチレッタ選手も本当にあらゆる局面において攻めも強いし守りも強いみたいな感じで、でそんだけ鉄壁の強さがあるなと思っててもセルジオペティスとかにこう負けたりもしてるんで、だからどこまでめちゃくちゃ強いのかっていうのもちょっとつかみづらいとは思うんですけども、ただ今回の朝倉海選手との試合になるとやっぱりテイクダウン能力にアーチレッタ選手やっぱ優れてるんで、こう元谷選手との試合を見ちゃうと元谷選手テイクダウンしたりとかバックにもあったりしてるんで、やっぱりあれを見るとアーチレッタ選手はそのフェザー級とかでもやったりパトリシオともやって、まあ負けてますけどある程度打撃の打ち合いを交換できる選手なんで、やっぱり朝倉海選手の打撃をしのいで組んでテイクダウン、もしくはまあ本人はまあ打ち合ってもいいよって話してますけど、ある程度打ち合いの展開になってもしっかり対応できると思うんですよね。で朝倉海選手にとってはだからもうあれですよね、アーチレッタ選手やっぱり本当に嬉しいにいけるぐらいのレベルの選手なんで、そのまあ朝倉海選手も世界に対してどのぐらいの実力を見せつけられるかっていう試合にはなるんで、もう本当に重要な一戦だし楽しみな一戦にはなるのも本当間違いないですよね。はい。なんか話を聞くと、はい、打ち合うって、そうですね、話がありましたね。はい。それで言うと、朝倉海選手が有利になるんじゃないと思いがちなんですけど、アーチレッタ選手は前日本に来てこう打ち込みの動画とかもやったんですけど、何がうまいって、MMA のつなぎの打撃がめちゃくちゃうまいんですよね。だからこう右で行ったり左に行ったりとか打ってタックルとかっていうのが全てが打倒局っていうんですかね、そこがスムーズに回る選手なんで、だから朝倉海選手は単純にストライキングあとディフェンスうまいんですけど、そこが流れるように回るかって言ったらやっぱアーチレッタ選手の方が流れるように回ってくんで、打って組んでとかっていうのをアーチレッタが別に打ち合おうと思っててもそれを自然の流れの中で組みに行ったりとかすると思うんで、本人の中ではだから前に出る姿勢が打ち合う姿勢っていう方になるんじゃないかなと思ってるんですけど、点が打ち合う、はい、でしかもアーチレッタ選手やっぱり戦績もすごいいいんで、そんなにこうミスミス口でそういう風に言っててもやっぱ朝倉海選手はめちゃくちゃ強いっていうのは分かってると思うんで、そうなった時に井上選手の試合だったらアーチレッタ選手一歩間違えれば落とすような試合だったわけじゃないですか、そういう戦いを俺はミスミスするとはちょっと思えないんですよね。
そこがもしかしたらリップサービスなのかもしれないですし、長丁場になって一発本当に朝倉海選手を当てたらもう強いっていうのも当然誰にも目にも分かるんで、常にチャンスはあると思うんですけども、そこをやっぱりアーチレッタ選手が老下のテクニックでかわしていくんじゃないかなというのが剛蔵の予想ですね。はい、アーチレッタ選手のそこが見えた瞬間って何ですか？穴を知りたいです。そうですね、それこそだけどベラトールでスタッツとかに負けてる時も、まあ、打撃で負けてますけど、ただ展開的には圧倒されたってわけではなく、結構アーチレッタ選手タックル取ったりとかもしてるんで、パトリシオの時もそうですよ、別に今超絶やられるってわけじゃないんで、だからなかなかアーチレッタに関しては本当につかみどころのない選手じゃないですけど、じゃあかといってあのスーチョル戦だってやばい場面あったじゃないですか。だからそこを全ての局面で強いっていうか、ディフェンスも強いオフェンスも強いって感じなんで、かといってすげえ圧倒的に使用を続けてみたりするタイプでもないってところが本当つかみどころない選手だと思うんですけども、このままだと勝つ術はないみたいな感じ。そうです、だからちょっとなかなか本当にやっぱ世界の選手でやると、だからまあただその朝倉海選手たちがどういうふうにそれを切り崩すかですよね。だから通常のままでいったら自分はやっぱりアーチレッタ選手の予想になりますね。はい、じゃあ朝倉海選手たちがどんな秘策を立ててくる か自分は前線だったりその元谷戦だったりとかアーチレッタの試合とかをこう見て判断してる感じなんですけども、それでも井上直樹選手とアーチレッタの選手の試合は、自分は井上直樹選手でやっぱすごいいい場面を作って勝てる場面があったんで、そんなような形で朝倉海選手がこの間見せたみたいにちょっと違う打撃の動きだったりとか違うエッセンスを見せることによって展開は変わってくるとは思うんで、その辺はすごい楽しみにしたいなと思ってます。はい、確か結局ガチャガチャしてアーチレッタ選手が主導権を取ってた感じでしたもんね。そうですね、はい、だからそこが本当にスクランブルの展開じゃないですけども、右と左入れ替えたりとかタックル交えたりっていうのがアーチレッタ選手のいいところなんで、そうなってくるとやっぱアーチレッタ選手有利かなっていうのが予想ですね。はい、しかも前線調子悪かったんです。そうなんですか。アーチレッタ選手なんか肌の張りがないみたいな話。はい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 、まあ、ちょっと自分に関してはそのやっぱり強い選手、調子悪くても勝つっていうのが強い選手だと思ってるんで、だからそこがやっぱアーチレッタ選手のより凄さなのかなと思いますね。はい、それで次は本調子なわけじゃないですか。そうですね、うん、今回はアーチレッタの予想で、いやだけど朝倉海選手はやっぱりまあ海外とかに本当に練習に行ったりとかメラブ選手とかと練習したりしてるんで、向こうの選手の強さも当然分かってると思うんですよね。その分かってて多分朝倉海選手の良さも分かってると思うんで、そのアーチレッタ選手が逆に疲れる展開とかにタックルいけるけど切ったりとかっていうのを繰り返していければ当然チャンス出てきますよね。本当にじゃあ前回の元谷選手みたいな流れになったらそれはチャンスだと思うんですよね。そんなに簡単にじゃあ打ち合ってくれるかって言ったらバカみたいに多分アーチレッタ選手が打ち合ってくれるとも思えないんで、逆に言うとそこからテイクダウン混ぜてるところを切れたりすれば、やっぱ朝倉海選手話聞くとフィジカルだったりとかタックル切る反応はすごい素晴らしいって話はよく聞くんで、だからそこに期待の感じですよね。はい、まあ、ちょっと期待と予想が違って申し訳ないんですけども、はい、そんな予想をさせていただきました。期待と予想って違いますもんね。と思います。はい、だからそこは本当試合難しい。ただそんなもんは本当に、まあ、試合に絶対ないんで、自分はまあそういう予想してますけども、で、まあ、今回予想外したらあいつまた外してアホだなって多分言われると思うんで、ガンガン当てる気ですけども、だけどやっぱ試合は本当やってみないと分かんないし、そんなに別に差があるわけじゃないですからね、当然。なんでぜひ試合楽しみにしましょう。自分もまた結果を振り返るの楽しみにしてますんで、今後よろしくお願いします。はい、本当はあの皆さんに見ていただいて、あのコメントもいただいて、はい、嬉しい限りなんで感謝してますんで。小野さん本当に全部自分でいいねつけて、はい、全部自分で返信してるじゃないですか。そうですね、はい、なんか、はい、当たり前に言ってますけど、そんな YouTuber いないですか。そうなんですけど、だけど本当にこれの予想してたら、やっぱ桜兄弟の朝倉選手のファンからしてみれば、いやあいつ負けの予想しやがって、まあ、ムカつく点もいっぱいあるわけじゃないですか。だけどそれでも書いてくれたりとか、あこういう予想なんですかねって言ってもらえるのは本当に嬉しいですし、予想っていうのやってるからやっぱりどっちかにつけないといけないんで、しかも自分もあの前回外しまくってますんで、今回しっかり当てたいと思いますんで、いろいろ皆さんのご意見も聞かせていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。